上位。上位は、君主が存命中の間に、その地位を後継者へ譲り渡す行為である。本校では、主に日本の天皇における上位について記述する。上位は通常、バチカン市国における、ローマ教皇やマレーシアにおける、国王等のいわゆる選挙君主制の事例を除き、終身制が官令ともされる、君主制において、 世襲を原則とした地位の継承を指し、地位の継承先に関わらず君主がその地位を手放す。ことを退意、地位継承の規定や慣例に沿わない者に対して、地位を譲ることを、前条、上位によって、地位を譲り受けて即位することを事前という。二0十六年七月十三日以降の、近上天皇、第二十五代天皇の意向を示す報道で、NHK を筆頭に、 ほぼすべてのメディアで、生前退位、生前退位との表現が用いられたが、同年10月20日の誕生日の談話で、皇后は新聞の一面に、生前退位という大きな活字を見た時の衝撃は大きなものでした。それまで私は、歴史の書物の中でもこうした表現に接したことが一もなかったので、一瞬驚きとともに痛みを覚えたのかもしれません。と述べ、表現に、 違和感があったことを明らかにした。それ以降、天皇陛下が意向を関係者に示されるときに、実際に使った言葉、上位であることが明らかになっている。その後、上位や上位、大位という表現での報道が見られるようになった。上位は、後継者を明確にしてその当事者への教育、管理ができるという利点を含んだシステムであり、このシステムは、隠居という形で、 日本社会全体に定着している。日本において最初の上位は六百四十五年に行われた皇玉天皇から皇徳天皇への上位とされており、過去の皇位継承のうち五十七代の皇位継承が上位によって行われている。過去、上位した天皇は大乗天皇、上皇の尊号を受けており、大乗天皇、上皇の尊号を授けられた最初の事例は、 自党天皇となる。また、上皇となった天皇が最即位、重訴した例もある。上位は、皇位継承の争いを封じ込めるだけではなく、仏教伝来以降、死を汚れとする考え方が強まり、天皇が在位中に崩御することは、タブー視されるようになったためでもある。江戸時代のご水能天皇は、死事件など、天皇の権威を失墜させる、江戸幕府の行いに耐えかね、 幼少の教師内親王後の名称天皇へ上位を行った。この上位は、幕府に対する天皇の抗議という意味で捉えられている。ただし、上位がたとえ君主の意思表示であったとしても、それだけでは、不可能である。上位の儀式及び上位後の上皇のご所造営には、莫大な費用がかかり、朝廷がそれを負担できなければ、上位は行えなかった。実際、 室町幕府の支援で儀式を行った、小花園天皇と豊臣政権の支援で儀式を行った、大木町天皇の間の戦国時代に在位した三代の天皇、小土三角小柏原、小奈良天皇はすべて在位したまま崩御した。千八百八十九年、明治二十二年に制定された大日本帝国憲法、及び旧皇室天範第十条にて、天皇の崩御によって、 皇位の継承が行われることが規定され、天皇の上位を認めないことが明文化された。当初、宮内省図書頭の井上武氏が策定した、旧皇室天畔原案では、上位に関する規定を盛り込まれていたが、高輪会議と呼ばれる会議にて当時内閣、総理大臣であった伊藤博文がことを唱え天畔から削除れた。1947年、昭和22年に施行された、 日本国憲法及び皇室天判においても、皇位の継承は、天皇の法御によってのみ行われることを定めており、天皇の上位は認められていない。これらの法律について、近上天皇、秋人が2016年、平成28年8月8日に、お言葉として、意向を表明した。提出制度し、第3巻より、上位は、現皇室憲判においては、規定がなく、 金城天皇の上位についての想定がされていなかった。これに対し、2016年、平成28年5月半ばから風岡則行宮内庁長官や河井近尾事長らの会合で、県はされていたが、金城天皇、秋人は、2016年、平成28年8月8日に、お言葉として意向を表明し、内閣では、2016年、 平成28年10月17日より天皇の公務の負担軽減等に関する有識会議を開催している。2017年6月9日の参議院本会議で天皇の退位等に関する皇室天板特例法が可決・成立。退位時期は法案成立から3年以内に政令で定めることになった。その後、2019年5月1日に 近所天皇が退位することが決定し、退位特例法の施行日を定めた政令が公布された。上位を容認する場合の制度に対する議論も行われている。上位を容認する上で、退位した天皇の称号、挙所、生活費などの法整備を行う必要がある。君主ではないが、徳川将軍家の場合、将軍が死去まで在任せず、存命中のうちに公認者に、 将軍の役職を譲ることがよく行われていた。中でも退任後も政治的影響力を持っていた前任の徳川将軍は王保所とも呼ばれた。ただし正遺大将軍の職は両下の官であり、本来は摂収職ではない。事実上摂収されたが、手続き上は毎回天皇から就任者が将軍宣言を受けて任命されるのであり、その意味では、 上位の例示としては適切ではない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。